えー、古くからの友人から久しぶりにご飯に誘われたのですが、資産運用の誘いを受けました。何もしなくても月に10万円稼げるし、今キャンペーン中だそうです。自分は今のところ全く興味がありません。ですが、大人になってもずっと友人でいたい人からの誘いなので断りづらいです。ひろゆきさんならどう断りますかまたこの話は信頼できるものでしょうかいいえ。<laughs> えっと、何もしなくて月10万円稼げるのがあるとしたら、僕多分1万口ぐらい作りますよ。 それで、一万口作ると、あの、まあ、十万円かける一万なので、十億円じゃないですか、月に。<laughs> めちゃめちゃ儲かるんで、喜んで出しますよ。なので、あの、もしそのご友人紹介していただけたら、何もしなくても月十万円稼げるっていうのを、まあ、あの、契約書に書いてもらって、で、あの、親兄弟を連帯保証人にして、その契約を結ばせるので、あの、紹介していただけると。<laughs> なので、あの、世の中そんな簡単なのはないって、多分、薄々ご存知なんだと思うんですよね。 なので断りたいけど、ただその友人としては付き合いたいって話なので、お金ないですってひたすら言ってみてください。お金ないから投資できないんだよね。でも友達としていたいって言った時に、相手が連絡してこなかったとしたら、残念ながらあなたは金ずるとしか思われてません。あなたはその人と友達でいたいと思ってますけど、相手の方は友達になりたいと思ってなくて、単なる金ずるだと思ってます。なので自分が金ずると思われてるかどうかっていうのを一回確認した方がいいんじゃないでしょうか。